すらしえ制作チャンネル、アンナと花とアルとカズです。はい、ロシアですね。ロシア行ったことある？ないですよ。ロシア知らないです。全然ない。今私たちだからロシアの人たちは背が高いと思った。それだけ知ってる。子供頃からそれだけ知ってる。あれはウォッカとかは男の人飲まないのかな。飲まないか。寒くないもんね。あのお酒、お酒でさ、ボッカってあるでしょ、ボッカ、うん、あ、ボッカ、ボッカ、はい、あ、ボッカ、ボッカ、はい、あれはロシアのお酒だね。あ、知らなかったです。そう、飲んだことある。強いお酒でしょ。そうね、レモンと一緒に塩、はい、ロシアではね、寒いから強いお酒を飲んで体を温めてるのね。自殺よりもお酒での死亡の方が高いっていう都市伝説をずっとお酒飲んでるからな。本当かどうかわかんないですけど、はい、ミャンマーでロシア人見たことある？ないよ。ない、映画だけ、はい、映画だけ。あの携帯が、まあ、壊れたじゃないですか。で、めちゃくちゃ私写真入ってるんですよ。で、ちょっとずつ今移動してるんですけど、プーチンの写真が定期的に何枚か入っててプーチン知ってる？プーチン。プーチン。プーチン。強いんだ、プーチンは。はい、定期的に、なんで私の写真のフォルダにはプーチンが現れて。定期的に保存してるってことですか？そういうことですね。定期的に保存してるらしいです。いつかロシアに行ってね、プーチンの T シャツを買うっていうのが私の夢なんで。はい。T シャツ。以上です、現場からは。ありがとうございました。はい。食べ物美味しくないです。あ、ピロシキとかね、ポルシキとか。ミャンマーってロシア料理食べれるお店ってないんですか？ああ、そういえば。カンボジアには確かあるんですよね、ロシア料理の店。あ、本当ですか。そういえばミャンマーないなと思って。一応でもね、ロシア大使館とかあるから。はい、その周りとかにあるんですかね。知れないですね。じゃあプーチンがかっこいいってことでいいですか？そうですね。今度から好みのタイプ聞かれたらプーチンって答えようかな。はい、ミャンマーはロシアが馴染みがないということで、ロシアの方々にはミャンマーでの活動を頑張っていただきたいということですね。そうですね。まだまだこれぐらいの知名度ですよ。場所で3年以上住んでいる人たちはね、食べ物とかいろいろなはちょっと難しいと。なんで食べるものないの？届かないの？前は私は人、ちょっと外国人とか日本人とかいっぱいちょっと旅行したね。今はコロナだからちょっと私は今閉めたね。閉めたから今お金もないし、ちょっと難しい、生活難しいと書いてました。なるほどね。そういうことね、はい、本当だ。でもずっと在住の場所で住んでいるから仕事もないね、今の時はね。ちょっと別の場所で仕事をやると思ったんですけど、どこでも今は難しいね、コロナだから大変だね。やっぱこういう観光地でビジネスしてたりとか、そこに住んでる人たちは一気にそういう人たちが来なくなると、もう収入がなくなるから食べていくことはできないし、ね、他の町に行ったりとかもできないからね。これはね、クリーン英語でちょっと何インタビューしたのことね。このクリーン英語はね、ちょっと土日いっぱいしたのグループです。いろんなとこにドネーションしてるの？はい、前もちょっと集合内でも集合内で言えないの人たちでドネーションしていました。あ、そうなんだ。はい、集合内に家がない人たちがいるの？はい、ちょっと花打てるの子供たちの家族、そういう人たちはどこに住んでるの？そっちで寝る、食べる。あ、シャワーも浴びられないね。でもシャワーはどこで浴びるかわからないんですけどみんな大変ですね。みんな大変じゃん。社長も大変ですか？社長はちゃんといつも家あるから大丈夫だよ
いや、あるから大丈夫だね。一応ね、屋根と壁はついてるから大丈夫。そうですね、壁があって。よかった、壁って大事だなって思いますね。田舎に住んでた時は壁なかったからね。そうだね、大事、壁は大事。あんなニュースある？ニュースが多い。でも多い。いっぱいあった。いっぱい準備してくれたのか、ありがたい。じゃあちょっと今日長くなっちゃうな、アンナのおかげで。今見たいるからね。なんかミャオからに工芸品の博物館および販売店ができるんですか？もう11月完成したそうで、11月末に完成、完成はしてないな、11月末に完成予定。ああ、そうなんですか。はい、2階建ての博物館。おうおうおお。ミャンマー手工芸センター。手工芸センター、しかも販売売ってるって、ショップもあるって。あ、ショップもあるんだ。これは行ってみないとね。行きたいです ね、 ね、いろんな民族のとか見れるのかな。で、外国人向けでもあるし、ミャンマーの人もそういう見学ができる、見ることができるから、知ってほしいっていうらしいですよ。行きましょう。はい、傘？あ、パテイン傘？パテイン？パテイン。これも買えるのかな？あ、これ買えると思いますよ。欲しい。ちょっとうるさいな。そうね。誰なの？あ、私です、多分。ちょっと隣のお家が工事してて、頑張ってるんで、壁大事なんで見逃してあげてください。やっぱ壁って大事だからね。はい、壁かどうかわかんないけど。ママ、壁ないですか？ママの家ね、今壁作ってるのよ。あんな手伝いに来て。唐辛子、わかる？唐辛子。わからない。唐辛子一里を日本に送るとかいうニュース見ましたね。ミャンマー産の唐辛子。あ、本当ですか？ミャンマーから。そう。誰食べるの？辛いから。いや、ミャンマー人のためだけには持っていかないよ、別に。日本人も唐辛子食べるからですね。ただその基準があって、はいはい、日本の基準が厳しいの で、 そうです、ここがクリアできるかっていうのが問題らしいですけど、今頑張ってるらしいです。あ、そっか。タイにいっぱい輸出してるんだね、唐辛子。そうそうそう、もうすでにね。それをね、日本向けにおっていうニュースです。はい、ミャンマーからね、インドとかバングラデシュとか出してるんですよ、唐辛子はね。そう、唐辛子はミャンマーの国を支えてくれてるから。そう、若い人たちも辛いもの大好きからね。ね、もうあなたたちもよく辛いものいっぱい作るもんな。もうちょっとね、辛いの少なくしてくれると食べやすいな。でも最初も辛いもの好きでしょ？好き好き、好きで美味しいけど、食べ終わったらもう汗すごいから。そう、汗もすごい。ずっとトイレね。そう、トイレず何回も。僕ほら全然出てこないでしょ、その時。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、アンナとハナとアキとカズでした。たたーたたー。あ、そうそう、花はさ、リンとかハルカにはさ、ニュース送るけど、アンナには送らないんでしょ？あ、いいえ、ニュースはね、ちょっと明日誰と誰、からちょっとその二人でちょっとニュース見たから送ってました。あれはでもね、ハルカとリンは来たことあるよって言ってるけど、はい、花はね、はい、もらってないんだって。そうですか。もらったことないらしいけど、どうしたの？な、仲が悪いの？でも、アナよりハルカとリンさんはちょっと喋る上手から。もう悲しい。そうですね、いやいやいや、それは。それでも、あれ送ってあげて。アナも寂しがってるからさ。寂しくないです。そう。